はい、どうも、翔平 TV です。翔平です。はい、お願いします。はい、本日は翔平 TV 主催の翔平ズ VS ユベントスさんの試合ですけど、はい、今回が最終回となります。そうですね。はい。というわけで、ピッチャーはエガ、キャッチャーは良平ということで、はい、このね、ラスト5番ですね。そうですね。はい、こちら、まず、ショートゴロ、松也くんですね、が、ファーストの松島くんに投げて、アウト。ナイスプレーです。これナイスプレーですよね。ねえ。そして、お次のバッター。はい。こちら、サードゴロ、サード鈴木くんが、うまくさばいて、アウト。オッケー、いいね。そして、エガバーサスメイチュン。はい、ツーアウトです。さあ、どんなピッチングをするか、エガ。高めに。やっぱり。高いんだよな。高いな。いけるよ、いけるよ。肉だな。来た、エガボール。しかし、ボールとなります。はい。ツーボール。そして、はい、こちら、ファールボールとなって、まあ、あの、前回ね、前回、松島くんに、あの、デッドボール食らってるんで、メイチュンはね。はい、まさかの危険危険。当たってはいなかったみたいですけど。そうですね。で、さっきね、あの、スリーボールだったんで、これで、ワンボールとなります。で、お次のバッターは、はい、ピッチャーフライとなりまして、はい、チェンジとなります。なんとか無失点。ナイスピッチ。ほんとっすね。そして、残りわずかの攻撃ですね。はい、まさかの、両兵からね。はい。はい、始まるんですけど、まあ、両兵がね、あの僕にもアドバイスをもらってるんですけど、2三振ですからね、この時点で僕、本当ですね。で、今回のピッチャーは、さっきのピッチャーよりちょっと、まあ、遅いぐらいなんで、まあ、技巧派のようなピッチャー、そうですね。はい、まず、はい、こちら、ストライクです。さあ、初球から本当は打ってほしいんだよな。はい、で、まさかね、このね、変化球を打つっていう、はい、こちら、まさかの、セーフとなりました。内野安打。足だけしか取り柄ないんで。はい。そして3番の翔平。はい。この後ね、まさかのね、出来事が起きますよ。はい。ボスって何やねん。監督だから。はい。で、ランナー1塁。ノーアウトランナー1塁。バッターは翔平 TV。さあ、どんな結果。両平は走るのか。どうなんだ。初球から打ちます。はい、こちらボールとなります。本当は走りたかったんですよね。そうっすね。で、このあとやばいっすよ。かけーんと、やばくないですか。わーって感じでかけーんと打った打球はちょっと見けちゃいましたけど、フェンス越えのね、はい、はい、ホームランとなりまして、ツーランホームラン。はい、もうこれ打った瞬間もいったなっていう感じでね。はい、で、両兵がね、騒いでますよ。あなたは、あなたは打ってませんからね。はい、打ってる本人はね、静かに走ってますよ。はい、で、最後はちょっとダッシュして、はい、ホームインとなります。はい、これやばいっすよね。やばかったっすね。はい、そしてノーアウトす、まだ。はい、田島さんいけるか。田島さん打って、これは、あ、おーっと、これはまさかのファースト落として、しかし走ってなかったんだよね。僕結構厳しいですからね、走った方がいいですよこれ。僕言われますよ。そしてバッター、粕谷くん。粕谷くん、まさかのいい打球、いい打球。はい、これはどうなる、どうなる、どうなる。これはこれはまさかのセンターがね、いいプレーをして、もうプロ顔負けのプレーでした。ナイスプレーでした。そしてクリッチ、ツーアウトでクリッチ。はい、これまさかの跳ね返りも悪かったですね。そうですね、跳ね返りですね。はい、振り逃げもアウト。そして時間のためここで終了となります。まあ、結果はね、あの僕らのと負けだと思うんですけど、あの、はい、引き分けでということで、はい、本当に本当にいいチームさんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、本当千葉から本当にありがとうございました。名チームありがとう。ありがとうございます。ぜひともまた一緒にやりましょう。はい。そして翔平ズの開催、次は5月29日となっております。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。
はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペタントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したら、そうです、オッケー、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。